私はですね、2000年ぐらいまでは普通の研究者、それでも社会じゃなくて学会では非常に活躍していたんですが、社会ではですね、ほとんど名の知られていない一研究者だったわけですね。で、2000年頃に、人に頼まれて、リサイクルしてはいけないという本を、青春出版から出したわけですね。それがかなりヒットして、それでも10万か15万部ぐらいだったんですが、注目されるようになりまして、それでテレビに出たり、時々ですよ、それはもう今みたいじゃなくて、もう本当に時々3ヶ月に一遍とか、そんなもんなんですが、テレビに出たりですね、それからちょっと新聞の片隅に出たりするようになったんですが、それで猛烈な感激を受けました。講演会なんかやりますとですね、ほとんど全ての人が反竹田っていうか反リサイクルなんですね。それで、そういうことを企画してくれた人もいっぱいいました。それでその当時はみんながもうこれからは環境の時代である、リサイクルすれば、環境は良くなるんだという、そういうことでしたから。で、その時は私に反撃したのが、だからこれ順番が非常に面白いんですね。振り返ってみますと、私が振り返って今日お話をしようとしたのは、これからも私の後輩とかですね、そういう人がですね、同じように社会に自分はこうだということを発信しようと思う人がいると思いますね。そういう人が、私武田がどういう目にあったかということは一応知っとった方がですね、いいんじゃないかということで、ちょうどこのポッドキャストに変わる時にですね、ポッドキャストをお聞きになる方も少ないでしょうし、私の恨み節が入ってもですね、さしてご迷惑をかけないだろうということでお話をしているわけですが、最初は一般国民でしたね。マスコミはどちらかというと私を報道する方でした。というのは、その当時リサイクルしてはいけないなんていう人は僕しかいなかったんで、マスコミはこれは奇妙なものが出てきたってんで、喜んで、僕を取り上げてくれたわけですよ。で、特にフジテレビなんかは朝の番組ですね、今でもキャスターをやってる方なんで、あんまり名前は大体推定していただければいいんですけど、こういったですね、なんだかわかんない私立大学の先生が売名のためにとんでもないこと言ってるなと、リサイクルしちゃいけないなんて何言ってんのっていうコメントをしましてね、私はその時に感じた自分の気持ちはですね、あれ、この人は科学も何も知らないと思うのに、なんでこんなことを断定的に言うのかなと思いましたね。つまりその世の中はもちろんリサイクルするっていう方針で一本でしたけども、一人一人の人がどう考えるっていうことは必ずしも売名のためというわけにいかないんですね。で、この人の言ったことが非常に気になりましたね。っていうのは、私立大学の先生だからっていうんですよ。私が東大の先生だったら違ってたでしょうね。私立大学の先生のような人が、なんかリサイクルしてはいけないなんていい加減なこと言って、これは売名だろうっていう、そういうなんていうんですか、現在のマスコミの悪い癖っていうかですね、もう増長してるっていうかですね、そういうような感じがいたしました。しかし一般国民はほとんどその頃、ものすごい反撃でした。私の尊敬してる先生がですね、あの当時武田君は300対1だったねと、反武田が300僕が1人とか、応援する人が1人いるとか、そういう状態でしたね。主な話題は分別リサイクル、私は分別リサイクルすればするほど資源とかエネルギーを使うので、かえって環境を悪くしますよということですね。これはもう私の専門なんで、そんなもんかなと。これはダイオキシンが猛毒かどうかと、私はダイオキシンのことずいぶん調べましたら、これは毒性が低いなと思ってましたからね。それから環境ホルモンももっとひどくてですね、これは完全に錯覚でしたね。私がデータを調べますと、主には女性特有の錯覚っていうんですかね、この世の中に毒物があって怖いという、そういう感情から出たもので、科学の訓練を受けてないもんですから、例えば自然界なんか見ますとね、自然界の現象っていうのはもう2億3億、数億数兆とあるわけですよ。ものすごい数が多いわけですね。
その中から自分の考えに合ったものを探せば、まあ、必ずあると言っていいぐらいあるんですよ、自然というのはですね。ですから例えば魚ぐらいになるとオスからメスに性転換するなんていうのはメスからオスとかもしょっちゅうなんですね。ですけど、まあ、人間社会から見たら珍しいので、たまたま自然界でメスがオスになるのを見てびっくりしちゃって、でこれはどうだとか、オスがメスに転換するのを見て、あ、これはもう大変だとか、それからまあ人間も60億人もいますから、そのうちの男で精子が少ない人がいるんで、まあ、その人を調べては精子が減ってるとか、まあ、こういう類のもんだったんですね。でまあ、シーア・コルボーンという人が、まあ、この人は多分タチが悪かったと思うんですが、まあ、1回の講演費2000万ぐらい取りましてね、それでしょっちゅう講演してまして、そのうち嘘がバレてすっかりいなくなっちゃったんですけど、まあ、そういう時代でした、まあ、マスコミはやや喜んで報道したと。しかし一般民衆は、国民はですね、僕を呼んで講演会をして私を吊るし上げると。あの頃思い出しますね、私の講演が終わるともう後ろの方からじゃんじゃん罵声が聞こえるんですよ。何言ってんだ武田とか言ってね、お前は地球はどうでもいいと思ってんのかとかって、こんな感じなんですけどね。だけどダイオキシンで一人も患者さんがいないというのは事実だったんですね。その当時から事実だったんですよ。ただ一般国民が一番最初に私に反撃してきたっていうのはよくわかるんですね。というのはマスコミはやや自分たちが報道しているのが偏ってるってことをやや知ってるんですよ。ですから私のようにリサイクルしてはいけないなんて本が出てくると、自分たちはこう思い覚えがあるんですね。盛んにテレビでは毎日のようにリサイクルした方がいい、リサイクルした方がいい、家でこういうものが出たらこういうふうにリサイクルしたらいいって言ってましたよ。ただその取材してる時にやっぱり分かるんでしょうね、リサイクルするのがいかに大変か、それをトラックで集めたり収集するのがもう大変なところなのか、行けば分かりますよ。もうゴミが散らかっててですね、とてもそれを原料にきれいな次のものを作れることはないなっていうのは分かりますね。ですからマスコミが報道したんですね。つまりマスコミはその時もうやや分かってたんですね。しかしその一般国民の後に続いたのが新聞だったんですね。新聞でもですね、毎日新聞は最初から私を相手にしませんでした。朝日は相当報道してくれましたが、途中からもう全然反武田ってことになりましたね。それから読売と産経はですね、最近我々評価されてますが、私がちょっと疑問に思っているのは、その私は左翼だ、武田は左翼だと認識しておりまして、読売とか産経はですね、基本的には財界の人は取材するけれども、屋にいる人、社会の人は取材しないっていう感じがあるんです。ですからちょっと階級性が厳しいんですね。その点ではちょっと変なんですけど、左寄りの朝日とか毎日は、一平卒でも取材はするっていう感じなんですよ。ところが読売と産経は将校しか取材しませんよ。だから経団連の人とか、そういう人は東大とか経団連が出てくるとはーっつって取材するんですが、まあどこの骨だか分かんねえなんていう人は取材しないっていうところがありましてね、これは難しいですね。今、その毎日とか朝日を連続的に非難して、読売とか産経はあたかも事実を報道するようにいうふうに、我々なんかも言ってるんですけど、まあやっぱりこれは昔の日本人の反骨精神ですね、反眼びいきとか言ったんですけども、そっちの正しさもあるんですね。いずれにしても新聞が一番最初に私の取材もやめて報道もやめましたっていうのはですね、これはテレビと新聞の差なんですけども、テレビはやっぱり聞き流しなんですね。で感情的な話なんですよ、基本的には。ですからじっくりと考えると本当にそうだなと思うようなものはですね、新聞は危険なんですよ。危険っていうか、最初から自分たちは嘘を報道してますからね。嘘を報道してる人たちにとってみれば、嘘がバレるのが一番困るわけですよ。で、嘘がバレやすいのはやっぱり新聞なんですね。テレビは映像を流してしまえばいいんですよ。例えば地球温暖化したらですね、地球が熱くなってるのもとか、なんか嵐が凄まじく吹いてるような映像を見せればごまかせるんですね。だけど
新聞は字ですからね、やっぱり字っていうとやっぱり人間は冷静になって見るので、嘘はこの新聞の方からバレちゃうんですね。したがって新聞っていうのはかなり早い時期に私から去っていきました。っていうのは文字ですからね、その文字を書くと本当のことがこうバレてしまうんですね。映像がないからですね、ほとんどないに等しいからですね。だからこれは危ないなと思ったんでしょうね。毎日朝日読売産経、まあ、読売産経はもともと武田を相手にしない、それは武田は在野の人だから相手にしないっていう、まあ、そういう態度ですね。だからまあなかなかこれ難しいんですよ。リベラルの人とか左翼の人はあまりに自分に自信があって、自分と違うものの言論を圧迫すると。それから読売とか産経は右寄りなんで、今度は権威を大切にして、まあ、権威の人からしか取材しないと、まあ、こうなりますからね。だから今はまあ割合と右翼の人が強くなってきたんで、読売とか産経がもてはやされてますけれども、本当に読売とか産経が良かったのっていうとですね、僕はそこは心情的にやっぱり今でも左翼かもしれませんね。しかし朝日と毎日が嘘をつかなければいいんですけど、嘘をつくからね。それからもう一つは鼻につくっていうんですか、俺たちは文化人だっていう右翼左翼の人って鼻につくんですよ、リベラルの人は。まあ、今で言えばエスタブリッシュメントですね。要するに降りてきてくれないんですよ。それはその意味では朝日も毎日、左翼の朝日も毎日も右翼の読売や産経もやっぱり上から目線でしたね。そういえば俺たちは違うよと、お前ら一般庶民じゃねえかという態度でしたね。ですから、私の論が少しずつ進んで、まあ、分別リサイクルも、理屈がつき、ダイオキシンも事実が明らかになり、環境ホルモンも嘘だと分かるようになってきた頃ですね。それからその頃ダイオキシンの話も出てきましたが、事実がはっきり分かるようになってきて、それが論理的にも科学的にも説明ができるようになってきた頃、新聞は私から遠ざかってきました。まあ、これも必然的なものかもしれません。